どうも、翔平です。ってことでですね、この間のお掃除ゲームの続きということで、今度は宇宙の方、宇宙船の中なのかよくわかんないですけれども、そこをお掃除していきたいと思います。またマリさんに来ていただいてます。はい、マリです。年は31でね、はい、なんだそうです。なるほど、私は27歳です。いつもあなたの方が年上なのね。だって私はね、サニテーションエンジニアって書いてありますね。閉じちゃった。閉じちゃった？あのなんかね、トラジック、まあすごいことが起こったらしいんですよ、この工場の中で。何が起こったの？わかんないですけど、ね、とりあえずそれをきれいにしましょうってことと、終わるときにもし不十分な仕事をした場合は、あの始める前より汚い状態で始めなきゃいけないみたいなことが書いてあるんで。パンチアウトが楽しみでございます。私もまゆめっこちゃんも初見では、すごいことになってるね、ここ。すごいね。なんか、あ、すごい。何が起こったんだろうね、これね。今度は人間みたいですよ。ちょっとえぐいでんな。ちょっとマップ見ようじゃないか、マップをとりあえず。なんかね、コントローラーの操作がちょっとおかしい。あ、じゃあ直していただいて、今つけたよ。武器があってもしょうがなくない？あれどこにいる？はい、私目の前にいますよ。ほら、ほんとだ、レーザービーム的な。ピンクで怖いよ。それ俺に当ててみて、ちょっと。ちょっといいの？わかんない、俺死ぬのそれ。それなんか食らってる食らってんのそれ。なんか当たってるんだけど、あ、なんかここに落ちてるよ。これ、あの、あれを終わらせるやつじゃないのこれ。ほら。ね、何これ？ミッションログ。プライマリーオブジェクティブは Find your way through the waste sector だって。これなんだこれ？ポイッと。で、ここにゴミ箱がありますね。で、この下水管みたいなところの中はもうめちゃくちゃになってて、で、ここは出られない。なんかここ出ようとして頑張ってた人がバラバラになったもん。また落ちてた。なんかタブレットみたいなのが落ちてるんですよ。あ、ほんとだ。それがミッションじゃないの。 I don't like it down here. It's dark. Cold and the smell. 匂いが嫌いって書いてあるけど、はい、食べてるけど全然死なないよ、しょうね。それ多分おもちゃなんだよ。わかった。ん？なんか、あ、え、死んだんだけど俺。あなたに肩ぶつけられて死んだんだけど俺。俺そこで死んでるんだけど。何？ちょっと待って。え、わかった。俺そこで倒れてるよ。なんか怖いって言った。あなた。この武器で弱ってたんじゃない？弱ってたのかな。知らない。あ、ここにあるのね。火は。オッケーオッケー。じゃあマップの内容は分かった。無理。なんかそこ死。そこを死にました。大事なボックスに入れとく。はい。じゃあまずどうしましょう。死体から、奥の部屋の死体から片付けていきます。ちょうど黄色い箱もあるし。奥ってどっちの奥？え、こっちの奥。ん？ここら辺、ここら辺。俺が今あのバイオハザードボックスを出してると。だから食器屋だよ。食器屋だ。それはね、最初に一番最初にリスポーンしたところの横にあるから、ちょっと離れてるよ。あ、本当だ。あの変なドブ川みたいなところの近くに。なんか今動いた気がしたんだけど、気のせいかな。なに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 なんかこれドブみたいなところでなんか動いた気がした。それなんかモンスター出てくるのかな。それで撃つんじゃない？ここにさ、これ人間じゃないよね、これ多分。これ人間じゃない、何かの死体がここにあるんだけど。死んだのかがさ、うん、ほらほら、これマリメコちゃん、ちょっとどこ行った？
なんか得体の知れない死体がありますよ、ここに。ほら、ちょっとね、クローラーの操作が、何それ。ほら、これ拾ってみちゃった。このミッションログは関係あんの、それ。あれ、ここにさ、大事な箱なかった？あった、ここに入れとこうと思って、燃やしちゃわないように。これはもう、ミッション、うん、これ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 、そこに落ちてるやつ。あ、それ違う、違いますせ、これ5ミリなのかな。これ宇宙人じゃないの？宇宙人なのかな、やっぱり。これは、これ捨てる、燃やさなくていいの、これ、ミッションログって。これゴミなの？ちょっとしばらく大事なとこに入れとこうよ。あ、ちょっと待って。はい。待って。あ、さっきの頭が欲しい。さっきの頭が欲しい。ここにやっぱり入れるんだよね。うん？だけど頭拾えばいいじゃない。どうやって拾えばいい？どうやって拾えばいいって、普通に拾えばいいじゃない。はい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 、この中に入れちゃったの。あ、いいじゃないの、入れといてくださいよ。じゃあそれで頭出したいの。はい、出ましたよ。ありがとう。大事な箱に入れとこう。その大事な箱もちょっと動かした方がいいんじゃない？それ多分蹴飛ばすよ、多分。なんかね、大事な箱にこの前のエルフの頭入れたら実績解除できたらしいよ。あ、そうなの？そう、ゆるゆるみたい。あと、あの前のサンタのやつは、うん、いろんなもの全部燃やしたら実績解除とか。残念だね、気づかなくて。相当大変じゃない？そうだね、相当いっぱいあったもんね。これちょっとこの道を塞いでる者たちをどんどんごい、あの燃やしていっちゃうね。あの持っていきやすいように。これでもさ、人間っぽいよ、私が今持ってる人間の頭もさっきあったよ。うん、早速燃やしちゃったけど。クローラーがすごい使いにくい。なんで？この間と同じ設定なんじゃないの？グリグリの使い方が逆みたいになってる。ああ、逆だね、わかったわかったわかった。じゃあそれはオプションで。ちょっと待って、はい、直った？治ったのということ。治った。治った、よかったよかった。ありがとう。なんかもう酔いそうだった。じゃあテキパキやっていきましょうよ。腸が。え？腸が？もうどんどん。腸だった。どんどんゴミ箱に入れて。これ蝶なの？これなんか蝶みたいなの落ちてるけど、私の蝶だったと思うんだけど違う？なんか海蛇みたいのでしょ？そうだ、海蛇海蛇みたいな。海蛇、なんか前と違って音がなくて静かなのね。それはちょっと怖さをやってんじゃないの？足だけだよ。うん、多分食べられちゃったんだろうね。でもさ、ってことはさっきの武器とかも使って宇宙人と一応は戦ったんじゃない？戦ったんだろうね、これ。でもなんか防護服着てるよね。これって何の施設だったんだろうね。私のリアル世界でジェット戦闘機が上空を飛んでるためのやつが。今ちょっと聞こえた。うん、まあよくあるんですよね。でもなんかあなたのほらコーヒー沸かしてる音がちょっとそこが分かんない。あ、なるほど。
コーヒーはね、さっき作ったから大丈夫です。海蛇みたいなの、これでも蝶じゃない？海蛇みたいなの落ちてるでしょ。なんか生々しい。なんか床をさ、掃除したらモップが黄色になったんだけど。違う何かがの色みたいだよ。それって宇宙人の血じゃない？あ、なるほどね。だって足跡も黄色になってるもん。だから宇宙人の血だよ、うん、宇宙人の血なんだ。あ、綺麗になった、綺麗になった。よし、モップが真っ黄に。すごいよこれ。分かりづらいな、これ。水が綺麗なんだ、綺麗じゃないんだよ。ちゃんと入れてないよね。入れてない。よく怒るやつ。入れてた。うまくなってる。やったじゃん。やったじゃない。今回のなんか実績は何なんだろうね。これまたゴミを全部焼却炉の中に入れた途端に実績解除とかそういう系。ああ、わかんないけど。すごいな、でも。じゃあそのきちんとお掃除をしないと。まあ最初に始めたよりカオスな状態でもう一回やってもらいますよと。まあ。大丈夫でしょ。大丈夫。綺麗な、な、これすごいな、この死体。これ人間じゃないな、完全に。ちょっともう、あのボディがね、大きすぎて焼却炉の中に大変。はい、よし。なんかトナカイの角みたいに。そう、すごい入れづらいんですよ。はい。から、はい、質問いただいてるんですけど。はい、どうぞ。どうぞ。質問コーナーは雑談しながらね、プレイしていく感じですからね。よいしょ。あげたら。じゃあラジオ番組的な感じだけどね。ランダムで皆さんの質問にお答えできないかもしれませんけど。はいはい。クリスマスの思い出話を一つお願いします。クリスマスの思い出話を一つお願いします。クリスマスの思い出というと、アメリカ、どうだろう、アメリカの時のクリスマスの話でいいかな。してあげたら。うん、アメリカにいる時、日本だと結構なんか ロマンチックな感じがね、一般的な、ね、イメージじゃないですか。そうですね、カップルのためのなんかイベントみたいになってきてるもんね。そう、意味合いがちょっとなくなってる感じ。うん、あのイエス・キリストのね、あれだからっていうことではもう日本ではないじゃないですか、そもそもね。そうですね。だけどアメリカだとね、そのロマンチックさっていうのはもう皆無なんですよね、ほとんど。そうなの？ほとんどないんですよね。だからみんな家族のところに集まる日っていう、まあ、日本では正月みたいな感じ。だからなんか、あ、そうだね、お正月とか、まあ、感謝祭みたいな感じ。そう、感謝祭も似たようなもんなんだけど、まあ人ね、それぞれであると思うんだけれども、家族、家庭によってね、いろいろ差はあると思いますけど、料理食べに行く人とかもいる、家族でいるし、あと他は 大抵そのクリスマスの朝にプレゼント交換をね、やるために暖炉の前で、あのイメージで、どうですよ、映画のなんか、あの靴下、名前が書いてある靴下をね、暖炉の横に人数分乗せて、いやよ、でそこに小物のプレゼントを入れる人もいれば、
私がお世話、あの、私がお邪魔したお家だともう、その前日からプレゼントの、あの、仕分け作業ですよ。プレゼントの箱を包むっていうのがその人の、その家族のね、毎年やってることだということなんで、もうクリスマスの前週、前の週、2週間前ぐらいからもう全員の分のプレゼントを一生懸命包むわけですよ。いろんなラッピング作業。それをやって、もうすごいですね。もうツリーの周りがね、もう100個以上のプレゼントの箱でいっぱいで。いいな、でも。靴下2個とか、そういうのもラッピングして、丁寧にラッピングする形だったんで、もうプレゼントの山、山ですよ、山。でもね、なんか、アメリカ人っていうか、外国の人のイメージなんだけど。はいはい。してもピリピリって破かない。そうそうそう、思いっきり破く感じ。日本人だとまだほら綺麗に開けようとするじゃない。なんかもう一回使うとかそういう感じでしょ。なんかね、せっかくの綺麗ラッピングしてくれたものをね。だけどアメリカの人って映画とか見てていつも思うんだけど、ビリビリビリって。いや、私もね、そうだと思ったのよ。だからあの、もう一回使ったりすると悪いかなと思って、カッターでね、丁寧に切ってたら、開け方知らないのねって言われて、横から出てきて、ビリビリビリって破いて、はいって言ったら、ニコって笑ってくれたのが印象的でしたね。それはね、なんか100個もやって、そんなビリビリビリってなんか、もったいない気がする。あの、箱の部分は、あの、毎年使うってことで、箱は取っといてねって。あ、じゃあ。で、そのラッピングは、そうそう、ラッピングは毎年買って、売ってるんですよ、そういうでかいラッピングが。ラッピングの紙だけがね。で、それで、あの、包む作業を毎年やるみたいなんですけど。いや、それも、ね、家族の行事みたいな感じなんで、すごいですね。私の分までしっかり用意してくれて。服とか靴下とかがいろいろありましたよ。私は商品券、何が欲しいのか全然下調べなかったんで、あの、商品券の各それぞれに送っただけにとどめましたけど。なんかすごい日本的じゃない商品。そうだから、なんか悪くなっちゃって、かといってね、何か買っていくって言っても、その、何が欲しいとかも聞いてないから、なんかいらないものをあげるよりはみたいな。そう、なんかよくわからん本とかね、CD とかあげるぐらいだったら、なんか商品券で自分好きな本買ってちょうだいっていうね。今だと、向こう、日本ではないんですけど、マスターカードとかビザのね、何でも使えるクレジット、ミニクレジットカードみたいなのあげられるんですよ。5000円分とか1万円分とか、あの、スーパーで買って、それを送ると、どのお店でも使えるんですよ。クレジットカード使えるお店だったら。だから、その人の好きなものに使ってくれて OK っていう感じだったので、そっちの方がいいかなと思ってそっちにしたんだけど、ちょっとなんかプレゼントとは呼べない感じだよ、なんかね。で、私の方はそれぐらいかな。そう、うん、だからアメリカで行ったらほとんどね、家族の行事って感じですよ。ご飯食べたり、ターキー食べたりね。ターキーじゃないや、あの、チキンチキンの丸焼き。マリメコさんは？マリメコさんはね、私は子供の時に見てはいけないものを見たっていう話をしますと、見てはいけないもの。なんかだんだん分かってきたぞ。本当幼稚園ぐらいの時に、あの、まあ。だいたい朝起きたら枕元にプレゼントがあるシステムだったんです、うちは。はい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 。ツリーを使ってますけど、昔はなんか家のツリーはちっちゃいツリーだったから、はい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 、ツリーの下にプレゼントを置くっていう、そういうツリーじゃなかったんです。ちっちゃいツリーだった。なるほど。来たら枕元にプレゼントがあるシステムだったんですよ。はい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 。本当にたまたま偶然なんだけど、夜中に目が覚めてしまったのね。はいはい。うちのお母さんがちょうど家に入ってきた
たところだったみたいで、で、あの、なんか、にね、プレゼント置いてるところを、ね、見ちゃったんですよ。なんかね、子供ながらに、あって思って。ってね。あ、やってもうたみたいな。見ちゃいけないものをね、見ちゃったんで。なるほど。それでもうどうしようと思ったんだけど。うん。あ、お父さんには気づかなかったの？お父さんには、あ、見られたって気まずそうなお父さんとの時間はなかったわけ？それはなかったの。あ、なかったのね。目撃しちゃっただけだったんだ。目撃しちゃったんだけど、それは次の朝も、そうだったんだね、サンタは、なんてことももちろん言えずに、なんかね、ありがとうっていう感じで。ありがとうっていう感じで。でもなんか本当見ちゃいけないものをね、それまでは信じてたから。なるほどね。お手紙書いたりしてたの。はいはい。でもね、それはいくつぐらいの時？幼稚園だから。覚えて、よく覚えてるね。俺もう幼稚園の記憶なんかほとんどもうないんだけど。衝撃？あ、衝撃が強かったわけだ。私の中ではなんか本当衝撃的なことを見てしまったっていう。なるほどね。あんまり覚えてることないけど。何に手紙を書いてたんだみたいな。な、何もそれは触れなかったわけね。悪いなと思って。お友達とか、例えば妹に。サンタなんていないよって、はいはい、そういうことも言わず。なるほど、うん、っていう感じですかね。じゃあいいですか、次の質問。どうぞ。どう、好きな漫画は何ですか、はいはい、って。好きな漫画たくさんありすぎてもうちょっと上げきれませんな。見て面白いと思ってる漫画なんですか？最近、一番最近読んだ中で面白かったなと思ったのは知らない人も多いかもしれないけど、あ、テレビドラマになってたって聞いたんだけど、ニオテイってやつ？え？ニオテイっていうの？あー、女帝？なった女帝？ニオテイ？なったと思うよ、多分。うん、なんか、あの、作者の人はね、絵描いてる人は前からしてたんだけれども、あ、原作の人だ、ごめん。原作の人は知ってたんだけど、漫画で手に取ることはなくて、あんまり有名なね、週刊誌でやってなかったみたいだから。携帯にタダで読めるやつ見てたら面白かったんで、それかな？おすすめなんですか？おすすめ、なんかね、まあ、イメージの下見たら、島耕作の、女版、ホステス版みたいな感じだね。シロ工作好きな人は読んでみるといいかもしれない。あ、ということです。で、子供向けじゃないから。視聴者さんがのおいくつか分かんないけど、あと、まあ、名作で言うとやっぱ北斗の拳とかかな。俺が好きだったのは北斗の拳とか、そうだ、ありきたりだけどドラゴンボールとか、少年ジャンプの黄金期、ね、90年代半ば頃やってた幽遊白書とか、そこら辺は全部読んでるんで、うん、そこのあたりじゃないかな。私の課題図書ばっかりだね。課題図書が出してたやつですね。日本名作漫画。そうですね。マリオブちゃんは何でしょう。言えば、ちょっとなんかね、信長ばっかりになっちゃうんですけど、まあ、ドラマになってる信長コンセント。はい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 。アニメで先見たんですよ。はい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 。で、それでアニメやって漫画を全部配信されて、はいはい。で、次に、信長のシェフ。本当信長好きだよ。歴史物が好きだったって言ってたんだっけ。そう、だからたまたま信長の時代に集中しちゃってるん
だけど集中してるよね。信長の野望もやったことあるって言ってるしさ、なんか信長大ファン的な感じだもん。何これ、なんかちんたらしてるゲームと思って怒られるで。だけど、思ってたら、それでちょっと心がいない間にね、やってみたら面白いと思って。あれ、私やったことないんだけれども、あれはシミュレーションゲームで自分の持ってる兵力とかを動かして他の軍勢を倒すみたいなシミュレーションゲームですか？そう、それでの領土を増やしていってみたいな。なるほど、やってるのを見たことあるんだけど実際やってない。で、こう部下を増やしていってみたいな。あ、部下、あの戦国武将、領地を増やして、あ、領地を増やしていくのね。まあ、歴史のお勉強になってもいいよね。歴史のお勉強にもなって、学生さんはやってみてもいいかもしれないね。あと三国武装とかも勉強になるかもしれない。ただ三国武装、ああ、ちょっと美少年になってるっていうかだいぶね、変わってるってことね。まだ肉片が落ちとるでねえか。あれは海蛇の一部じゃないのか。いや、これで終わりじゃないかな。じゃあもうこれあとスニッファーで綺麗に。スニッファー隊行きます。でもね、それどうしたらいいの？さあ、水に沈めとく。私ちょっと沈めたんだけど何枚か。え、もう、あ、沈めてる証拠隠滅してるよ。何ないんだもん。それ俺の戦法だよ。俺がよく見えなきゃいいやっていう、ごまかす製法。いらんバケツ運ぼうぜ。てかこれ倒してさ、もう倒して、重ねて持っていけばいいんじゃない。あー、汚れてる水だ。何て言った？バッチリ、音も鳴らない。本当に素晴らしい。ただこの入り口のところですごい鳴るんだよね。入り口のところはその奥の手前の水に反応してんじゃないの。この部屋もとにかくバッチリ。うわ、怖い。これ大丈夫なの？これトイレ。あはははは、こぼれた。これが燃えたらね、あなた綺麗になっていいの。これほら、それで終わりですね。晴れて、そのゴミ箱がなくなったらパンチアウトして終わりです。気になってるんだけど、このゴミ箱ずっとあるんだけど。うん、蓋できない。ちょっと、え、蓋できるよ。それでいいんじゃない。じゃあもう、うん、それでいいと思う。で、この箱も閉めて、じゃあ終了だ。撤収撤収。綺麗になったよ、ほら見てください、このピカピカ。あ、足跡が足跡、一体どこから足跡がついたんだ。撤収。足跡ついたってことは、この辺になんかあるからじゃないの。わからない、何でついたのか。じゃあちょっと一応確認しよう。いや、でも静かなもんだ、兵器、レーダーは。なんでついたんだろう、怖いね全く分からん。じゃあ大丈夫だ。はい、どうぞ。じゃあ綺麗だったね。こういうバルブとかはさ、何も意味がないものなのね。じゃあなんか回して水を抜いたりドレインできるのかと思ったら、ここの水そうなのかと思ったけど違うみたいですね。じゃあ終わりということで、本日もよくお疲れ様でした
綺麗になりましたね。あ、でももし反応が悪かったら爆発するんでしょ？なんかここに書いてさっき書いてあったやつだと、最初に始めた時よりもひどい状況でやっていただきますって書いてあったんで、評価を楽しみにして、アクティブ、ガムを挟まないでくださいって。そこに貼らないでね。パンチアウト Has your journal work here met the requirement of the company as well as your own personal standards と。I am proud of my performance and certain it will meet the approval. OK、 じゃあこれ一番上の自信満々だっていう。あ、オフィスだって。オフィスだって。何これ。え、オフィス、ここ掃除しろっつうの、今度また。ここで休めるんじゃないの？ドアコントロールって、でも汚れてるよ、なんか。あ、本当にグッズがある。ここ休憩所でしょ？休憩所なの？でもなんか休憩室が汚れててまた掃除したくなっちゃう衝動に駆られるんだけど。ここはなんかクリア後に行ける休憩所？じゃあさ、サンタの時には行けなかったからやっぱり何かがダメだったんだね。で、ドアコントロールってさ、なんかドアのさ、なんか暗証番号を入れるとこがあるんだけど、暗証番号なんか決めた？わからない。もああ、ああ、ああ。掴めないというし。ことで、じゃあ行きましょう。じゃあ、エグジットしちゃいますよ。はい、じゃあ、出ます。おー。なんだ、休憩所に行けるんだね。クリアということで。今の完璧だったもん。完璧だったね。ちゅうことで、今回は、Get your mop ready って書いてある。また掃除されてんのかい。ちゅうことで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。